はい、こんにちは。アカシアからやってきました、川村です。エンさんです。いえ、ということで、はい、ご覧の通り、正雄清水の再構築デニムを今日やっていく、はい、さて、エンさん、はい、再構築デニムですけど、知ってます？知ってます。どこのブランドですか？正雄清水さんですね。で、これは何を使ってます？素材は何ですか？リーバイスのヴィンテージデニム。そうです。はい、を2本。そうです、使ってます。2本を解体して1つにしている。あ、違います。再構築してます。再構築してます。はい、再構築しているのがこの、正雄清水の再構築デニムです。はい。で、正雄清水って再構築のイメージやっぱ強いじゃないですか。はい。で、すごいいろんなブランドが再構築をやってるんですけど、うんうん、やっぱやり続けてるっていうのは珍しいと思う。ああ、ずーっと再構築ばっかやってるっていう。珍しいでしょ。うん。で、何年からやってるか知ってます？2017年。最近っすね、割と。それ割と最近っすね。いや、もっと前っす。え、2012? 違います。2010年からやってるんで、もう13年目。で、2シーズンごとやってるんで、かなりのシーズンやってますよね。そうっすね。26シーズンやってるってことかな。で、そっからやっぱずっとやってるんで、もう正雄清水のほんと顔なんですよ。うん。代名詞ですね。はい。正雄清水といったら再構築デニムって、はい、思ってるでしょ、あなたも。そうですね。あれ持ってましたっけ、再構築デニム。あ、持ってましたね。俺、持ってるね。あの、横だけかな。縦に1本線が入ってるやつか。結構前のやつ。うん、結構前のやつ、ね、前の店舗で買ったやつ。そう。ああ、なるほどね。じゃあほんと数年前、3、4年前か。そうだね、4年前ぐらいの。うん。で、この再構築デニムなんですけど、そのなぜ人気かっていうのを紐解いていこうか、社長は。まあ、まずリーバイス2本使ってる。うん。で、何が面白いかっていうと、この濃淡だよね。ここに出てポケットの跡とか、うん、もうね、この説明しがたいパターンの組み方。うん。なんか今回のまあもので言うと、ここですよね。フロントの膝までの部分のサイドを後ろくっつけてるんですよ。うんうん。だからここバックポケットの濃淡があるでしょ。はい。で、そこに両玉縁ポケットがついています。はい。で、しかもやっぱリーバイス、それこそあのスウェットの時になったチャンピオンのマークじゃないけど、うん、ここにリーバイスのディスネームがついてるっていうのも面白いし、逆になってますからね。反転させてつけられてて、で、後ろもここにヨークのステッチがあるんですけど、うん、実は切り替えられてないですね。これ多分デザインステッチでヨークになってて、で、本来のヨークは通常この辺にある部分なんですけど、はいはい、それを、端折ってアウトポケットをバックポケットを、取ってしまって、ここにもだからバックポケットの跡があるっていう、ね、だからバックポケットが 1,2,3,4 と跡があります。はい。後ろの部分をかなり多く使ってますよね、今回は。確かにね。え、そのポケットのあのね、グラデーションを、そう、楽しもうっていう話で。で、さらにここの濃い部分は何だ、どこだろうね。それはもうあれなんじゃない、その色のデニムを組み込んだのか。でも下当たりがあるってことは裾？裾だね。あ、膝から下だ、これ。ああ、膝から下をここに使ってますね。はいはい。で、バックポケットはちょっと折り返してある上にステッチをかけてる仕様になって、うん、で、その濃淡についてはもちろんヴィンテージのデジムなんで、はい、あの色がかなり変わります、そのそれぞれで。はい。まあ大体はこの淡いインディゴブルーになってるんですけど、各々ちょっともうちょっと濃かったり薄かったりします、うんうん、で、フロントはジップなのもあります、はい、ボタンフライもあります。その辺はあの正雄さんの気分で。マジで。あ、そうなんだ。あ、でも今シーズンは全部ジップとかな、分かんない、向こうのやつも見ないと分かんないな。あ、だからそれぐらいものによって違う。その使われてるものがボタンフライだったらそっちになっちゃうから。で、あとこの辺もあのステッチが入ってるものとか、おのおの個体によって違うんで、本当にそのシーズンごと違うわけじゃなくて、1本ずつマジで違います。うん、なんでその手にしたもの、買ったものは本当自分の子供だと思って履いてもらいたい、うん、それぞれこう特徴があるので、うん、こいつにはこういう色合いの特徴があったり、ステッチがここにわざと入ってたりとかあるんで、それを楽しんでもらいたい1本ですね。はい。あとシルエットなんですけど、シルエットは割とね、テーパードしてる、うんうん、シルエットでそんな太くないです、うん。まあ、シーズンによって僕ストレートにしたりしてたんですけど、これはテーパードシルエット、はい、で、丈はジャストぐらいになって、でウエストがサイズ位置が
78で、サイズ2が83。正解です。しゃということで、僕だったらサイズ2です。サイズ1でも入りますけど、うん、パンパンなんで、残念なことに、うん、パンパンなので、今日サイズ2を試着してみようかな。忍びねえな。構わんよ。ということで、はい、私173センチ、ダイエット中がサイズ2を履いております。はい、ウエストは、まあまあまあ、入りますよ、ちゃんと指。あ、大丈夫です。で、裾はちょっと余る感じで。うん。まあ、このぐらいですね。ちょうどいいな。やっぱし、501とかと違って、うん、シルエットが綺麗だよね。シルエットめっちゃ綺麗だよね。うん、で、まあ、竹詰めちゃってもいいですけど。そうだね。そんなにロールアップしようかな。こうはどう？どう？このぐらい。そうだね。こういう感じでもいいよね。このコンビネーションが最高なの。スリッポンに。うん、素足に。めっちゃいいよね。横がね、結構こう、ラインが見えるので、このアルテリアのね、シャツとも相性が抜群です。そうだね。そのシャツの丈とパンツの雰囲気がめちゃくちゃ合ってる気がするし。いいでしょ？うん。やっぱこう、さっき言ったみたいにシルエットが綺麗って、ちゃんとほんとさ、パターンが考えられてるから、うん、こういう綺麗さが出てくるんだろうね。そうだね。ね、綺麗だよね。なんかさ、海外の人がデニム履いた時の、うん、なんか足の中だってこと、シュッとした感じでしょ。そうそうそう。あ、分かる。あれにすごい似てる気がする。ね、ちょっとなんか寄りで撮ってもらってもいい？まあ、今アルテリアの、うん、シャツと合わせてますけど、このスリット部分からね、こうポケットのぞかしちゃって、はい、で、この色合いとか最強じゃない？そうだね、やばいよね、春満開だよね。こういう感じ、なんかワイドなパンツばっか履いてたけど、うん、このぐらいのさ、シュッとしたパンツで上ちょっとゆったりとかもかっこいいよね。うん、で、やっぱ再構築で、そもそもさ、こういう切り替えとかこういうのがいっぱい入っててごちゃついてるから、うん、シンプルにまとめた方がいいよね、シャツとかで。そうだね。で、足元もこういうドレスシューズでね、うん、合わせた方がいいかな。綺麗にまとめた方が、うん、いいっすね。裾は今こうロールアップしてるけど、うん、ぶっちゃけ保っててもよくない？そうなんだよね。あ、そう、横にした時か。うん、いい。うん、なんかさ、丈ジャストとかワンクッション、うん、スラックスならいいけど、なんかこの辺のデニムとかカジュアルパンツだったらさ、溜まってても最近はいいかなって思ってきて。ああ、一周して戻ってきたのかな、昔のデニム溜めて履くみたいな。うん、それあるかもね。ねえ、割とこの感じでもいいかなって最近思うよね。なんか逆に綺麗にしすぎてしまうと、こういうデニムを、うん、でもさ、一昔前になっちゃわない？ああ、2012年ぐらい。うん、新しさはないかもね。そうだよね、このぐらいで履いててもいいかな感じしますね。ということで、173センチのダイエット中が、サイズ2番を履いてみました。はい、ありがとうございました。はい、ということで、私がサイズ2を履いてみましたけど、はい、割と細かったと思うんですよ。で、普通の最近のね、こういう紹介したイシューのパンツとかと比べてテーパードしてて、普通のリーバイスのシルエットにはないのが特徴だと思う。ここまで綺麗な感じにしてるっていうのが、うんうん、リーバイス使ってんのに、うんうん、どういうことやねんってことでしょ。だからそれが面白い一本かなっていうのがありますね。そうだね、うん、声を大にして言いたいのが、やっぱここまで切り替えとか多用してて、このシルエットの綺麗さっていうのは、うん、めちゃくちゃ計算されてるよね。うん、そうだね。しかも毎シーズンいろんな切り替えを変えてやってるじゃん。うん、なのに毎回ちゃんと同じシルエットにするっていうのが、ブランドとしての同一感というか、再構築をやっているブランドならではかなって思う。うん、なんか毎回さ、違うシルエットだったらさ、あ、うん、誰でもできんじゃんっていうかさ、うん、そこはどうにかしてよって感じじゃん。うん、だけどちゃんとね、まとめて仕上げてくるっていう、うん、あとよく思うのが、切り替えとか対応するとすごいゴミっぽく見える時あるじゃん、再構築って。あ、まあね、うん、そうだね。どうしてもさ、学生が作ったノリとか、うん、一つの作品としての完成度っていうのは落ちると思うんだけど、うん、やっぱそれがちゃんとね、高いレベルで表現されてるから。そうだね。それがマサオ清水はすごいかなって思います。うん、確かに。で、これ履いてどこ行く？この履いて、はい、ま、もう
この色合いからすぐ行っちゃうけど、うん、海行っちゃうね、はい、海だよね。やっぱ静岡海も山もあるからね、うん、砂浜とかいいよね、ほんと久保丈にしてね、ロールアップして、うん、B さんでね、いいよね。もうでこれに白 T、 あれも今思ったわ。でまあシャツ、うん、チェックシャツっぽいのをちょっと手に持ってみたいな。それイケメンがやるやつじゃん。そう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 、うん、遠藤さんだって顔公表してないから、あ、うん、イケメンの可能性があるから ね、 そうだね、まだね、なんでみんなブスだと思ってん考えてんだよっつってな。イケメンだよっつってな。それもあるね。海の見えるカフェで、うん、カフェでエスプレッソ飲んじゃった。ああ潮風にね、当たりながら、うん、そうだね、いいねそれ。僕はね、最近やっぱさ、これ着てどこ行くの時にさ、県外を言うこと多かったじゃん、うん、やっぱ地元っしょみたいな、うん、静岡魂やっぱここで出しちゃおうかなと思って、これ履いて上にこれです。あパラシュートクロスのシャツ着て、うん、でまあもちろん下はサンダルです。はい。で僕はあのご近所さんリトロンさんってあの、あ立ち飲みのナチュールワイン屋さん、はい、あるんですけど、そこで昼間からワイン飲みます。赤ワイン似合うでしょこのインディゴ。うん、そうだね。でしょ、だからこれに赤を合わせて昼間から、うん、あそこ結構風が抜けるから合わせて風を感じながらワインを飲みます。そうやって昼間にね風を浴びながらワインを飲んで過ごす、うん、はい、そんな休日 でちなみにこれ足元はやっぱ今履いてるみたいな、この辺のあレザーのスリッポンとかサンダルだよね、うん、軽めのやつがいいよ。でちょっとロールアップしちゃって、うん、結構ロールアップして足首見せる感じもいいから、うん、でスタイリングしたいね。近くにセブンがあるんで、そこのリトノさんの近くに。で最後そこでね、アイスのカフェラテを買ってガムシロちょっと入れてデザート代わりに飲んで一日を締めると、あそういう感じですね、はい、ということで、はい、加藤清水の最高築地にもやりましたけど、うん、どうでした、この感想をちょっとお聞かせください。もうケイスケが話してたさ、うん、あのいろんなブランドが再構築みたいにやってるけど、はいはいはい、まあ、シンプルになんかさ、もうガッて合わせただけの、なんか縦に切って合わさっただけの、この辺だけ切ってあるやつね、そうそうそうとか、縦にこうで裾がずれてたりみたいな、うん、まあ、そういうのだとさ、うわしょぼいなと思うけど行き過ぎてさ、うん、なんかこれはこれでチープだなみたいな、うん、よくわかんないなっていうのもあるじゃん、うん、なるほど。確かにマサオ清水は、うん、そうプロダクトがすごい考えられていて、はい、完成が見えてるからこれぐらいのちょっとやりすぎたデザインだとしても完成がめちゃくちゃ綺麗なのかなって思ったね。ああしっかり着地していると。うんそう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 、なるほどね。そのデザインの着地っていうのを、うん、なんかずっと飛び続けてるようなデザインってあるじゃん、うん、やっぱ行き過ぎちゃって、うん、なんかそうなってくるとさ服っていうかもうちょっとオブジェに近いような感覚になっちゃうから、うん、使いにくいから、やっぱこのぐらいのちゃんといいバランス取れた作品っていうのは、うん、正雄清水らしいかなって思うよね、うん、以上ですか。以上ですね。ということで正雄清水の最高築地もう、サイズ 1,2 が1本ずつか、うんうん、になってるんで、はい、まあ、気になる方はぜひ来てもらいたいですね、はい、今回の再構築デニム、まあ、手が込んでますし、かといってぶっ飛びすぎてないっていうね、うん、そこがいいよね。ぶっ飛んだやつは別であるんでね、あのトレンチコート使っちゃってるやつねがあるんで、なんかこれはね正雄清水の顔として一本持っといてもいいんじゃないかなと思いますね、はい、ということで、まあ、これ通販サイトにも載ってますし、店頭に来て実際に履いていただくことも可能なので、はい、試してみてください。ということでありがとうございました。ありがとうございました。